ドーバー博物館はイングランド南東部のケントの都市ドーバーの市街中心地に位置する博物館である。ドーバー博物館は1836年に設立され、当初は古い集会所にあり、ドーバー市長であった E.P. トムスンの寄付などにより、博物学的資料が収蔵された。その後、拡張が必要になると、1848年、 収蔵品を収めるため新たに建設された場所に移行し、1849年に開館した。1850年代より博物館の収蔵点数がさらに増加したことで、1920年代から収蔵品及び博物館の構造の見直しが提起され、1930年代には再編が開始されていたが、1939年の第二次世界大戦の勃発後、 1942年、日本の爆弾により直接被災し、収蔵品の約70%が破壊された。戦後、1949年11月末に、ようやく博物館は再開され、新たな寄贈もあったが、戦前の収蔵品の多くはよそに遺憾されて、未修復であった。博物館は残された収蔵品の選別、修復を行うとともに、 博物館は1960年代以降、ドーバー地域の歴史的資料に重点を置いて展開していった。1989年、博物館は現在の新しい建物に移設され、1999年には館内の拡張により、ドーバー青銅器時代の船の展示がなされた。ありがとうございます。